九州市の小学校では今日終業式を迎えました。今年は新型コロナ感染対策のため、多くの小学校でリモートで式が行われています。北九州市小倉北区の日明小学校では、新型コロナ対策として体育館に児童を集めずに、各教室でリモートによる終業式が開かれました。パソコン室から校長先生などが話をして、その様子を各学級のテレビ画面に映し出しました。勉強頑張った。体育の勉強。体育の勉強。どっか行きたい、行きたい。お風呂とか。今日は他にも北九州市の小・中・高校合わせて183校が終業式を迎え、明日から夏休みとなります。